そういうことで、できればね、やりたくないんですよ。バーモーバーボペアだ、え開幕母国語が出てくる黒崎、ここはね、昨日ね、プレイしているのでサクサクいきますよ。はい、にゃーん言うて、知らんぷり。はい、来ました。謎の館。あ、ミシェルくん12歳だそうです。装備。あ、ミシェルの服着てる。え？脱いじゃった。いけません。いけません、お客様。お客さん。え、着てる。あれだね、心が綺麗な人には見れる。あ、ラズクに巻き込まれる。ラズク、みんなラズクになろうよ。ビビってんのか？おぉ？ミシェル、ビビってんのか？え、誰？クロエ。あ、レクイエムじゃん！クロエを、ここから解放してほしいの。ギャルゲー？ギャルゲー始まった。え、食ってやっからさぁ。約束するよ。いや、男の人の約束は信じちゃダメって知ってる。約束するよ FC2 じゃないんだよな。入った。やだ、なんかベッドルームですよ。え、なんかこの鏡見たらさ、バーンってなったりしない？見にしなかった。あ、びっくりした。いや、そんなさ、急激にバーって映るわけないじゃん。無理、待って。いや、黒崎のハートなら全部今なくなりましたけど。これはエッチです。まだ FC2 には行きたくないんです。あ、いや、ちょっとベッドはいかんですよ。ベッドはいかんですよ。そんな。ハサミとハケを持ってて、ハケ。ちょっとあなた、ホコリが溜まっていてよ。申し訳ございません。奥様。ってこと？この服お気に入りなの。似合ってると思う？似合ってるよ。かわいいね。えへへ。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしがってる君もかわいいよ。えんだーピアノ。いや、そうな。じゃあ、これは何だろう。これじゃあ、わかるかな。ツボ。まあ、いいね。賢いね。いい子だ。じゃあ、これは何かわかるかな。作り物の毛。わあ、いい子だ。よくわかってる。これは何だろうな。作り物のお花。ああ、それはね、造花って言うんだよ。偉いね。わかってるね。じゃあ、これは何かわかるかな。わからないそうです。はーい。クロエちゃん。お部屋。覗いていいですか？クロエ、それ、君の猫か？そうよ。クロエが飼ってるの。ノワールと、ブラン。安易な名前だね。やめてあれ。おもちゃ箱のも、クロエの好きなのが、いっぱい詰まってるの。あなた、どうやって言うのね？それは面白いじゃん。ねえ、それは面白いじゃん。ずるいじゃん。どんどこどう面白いじゃん。クロエ、僕の太鼓はどうかな？下ネタか？うん、とっても上手なの。下ネタか？一回ちょっとメンヘラになってから。怖っ。クロエによく似た少女の写真が大量に載っている。汚らわしい。僕に触るな。汚らわしい。汚らわしい。あ、違かった。そっか。猫。僕は何もしていません。汚らわしい。推しが寝ていたベッド。汚らわしい。推しが愛してた人形。汚らわしい。汚らわしい。ごめん、そんなつもりはなかった。